こんにちは、猫じゃらし文芸部です。今回は夏目漱石の心の最終解説5をお届けします。ところがその晩に K は自殺して死んでしまったのです。 K と私の部屋の仕切りの襖が少し開いていて、 K の部屋を覗くと突っ伏していたのでした。私はおいと言って声をかけました。しかし何の答えもありません。私はしまったと思いました。もう取り返しがつかないという黒い光が私の未来を貫いて、私の全生涯を照らしました。そうして私はガタガタ震え出したのです。それは奥さんが K に私とお嬢さんのことを話した2日後のことでした。K が死んだこの時に先生の魂も死んでしまったのです。 K の死によって先生の生涯も死に覆われることを先生は気づいているのです。私宛の遺書が残してあり、そこに自分の名前が書いてあるのではと絶望的になります。ところが遺書には私のことは何も書いてなく、自分は薄視弱光で到底行く先の望みがないから自殺するとだけ書いてありました。薄視弱光、そうです。 K はここでお嬢さんへの恋心を告白していますよね。でもこの意味は恋敵となった私だけにしか理解できないことです。私は助かったと思いました。これほど恐ろしい現実の中でも、人間は無意識に自分の対面や世間体を優先する卑劣な本性を持っていることを示しています。 K の遺書には今まで世話になった例が加えてありました。さらに奥さんへの詫び、つまり部屋で自害したことの詫びや国元への連絡の依頼などがありました。お嬢さんの名前はどこにも見えません。私はすぐ K がわざと回避したと気がつきました。これは K がお嬢さんを思いやる気持ちです。そして最後に墨の余りで書かれていたものは、もっと早く死ぬべきなのになぜ今まで生きていたのだろうという意味の文句でした。 K は道を精進できなかった自分のせいで、つまり自分がお嬢さんに恋をしたせいで友情が壊れることになったという自責の念があったのでしょう。ここで言うもっと早くとは、時間の問題ではなく心折れた自身への絶望がこんな言葉を書かせたのでしょう。あえて言えばお嬢さんに恋心を抱いた時からとなります。 K の精進や心情からすればそうなりますが、本当はなぜの方、つまり愛することの方に K の哲学は向かっていってもよかったはずです。それは愛もまた神聖なもので、人間の性を苦しめるほどのものだからです。しかし K は自意識が高い人間だったがゆえに、自尊心を失った自分を強く恥じているのです。 K は小さなナイフで頸動脈を切って一気に死んでしまいます。私は K の遺書を再び皆に見えるところに戻します。つまり K と自分とは関係ないことが分かるようにするためです。 K の優しさに比べて先生は最後まで自分のことだけを考えるエゴイストです。私は K によって暗示された運命の恐ろしさを深く感じます。起きてきた奥さんに知らせ、すいません、私が悪かったのです。あなたにもお嬢さんにもすまないことになりました、と謝りました。それは K に謝ることのできない私が取った行為でした。策を弄した先生の懺悔の言葉です。奥さんは K の死を不慮の出来事としたことで先生は安堵します。これもまた人間の心の動き、つまり保身と言えるのではないでしょうか。私が K の国元へ電報を
家に出て戻ると線香が立てられています。お嬢さんは泣いていました。奥さんも目を赤くしていました。泣くことを忘れていた私はその時ようやく悲しい気分に誘われることができたのです。国元から K の父親と兄が来ました。私は K の遺骨を雑司ヶ谷へ葬ることを提案し了解を得ました。どのくらいの功徳になるかとは思いましたが、生きている限り K の墓の前にひざまずき月々の私の懺悔をしたかったのです。 K の父兄や知り合いや新聞記者から K がどうして自殺をしたのかと私は質問を受けます。この質問の裏に早くお前が殺したと白状してしまえという声を聞いたのです。それでも先生の両親は恥の意識や自尊心に妨げられて真実を告げることができない。先生の利己心が真実を告げることを避けさせます。先生の K への残酷な行為は K を死へ導いたという意味ではお前が殺したという先生の心の声は嘘ではないはずです。 K の自殺を目の当たりにして先生は自身の狡猾さで友を死に追いやったことに悔恨の念を抱く。こうして先生は後の生涯 K を殺したという罪の意識に苛まれ続けて生きることになります。それから2ヶ月ほどして大学を卒業し半年もせずにお嬢さんと結婚します。しかしこの結婚には K の黒い影がつきまといます。この幸福が私を悲しい運命に連れていく導火線ではないかと思うようになります。際は二人で墓参りをしようという。際は私と一緒になった顛末を述べて K に喜んでもらうつもりでした。私はただ自分が悪かったと繰り返すだけでした。新しい墓と新しい私の祭と地面の下に埋められた K の新しい白骨とを思い比べて運命のあざけりや罵りを感じたのです。それ以後は決して祭と一緒に K の墓参りをしないことにしました。私は祭と顔を合わせているうちに突然 K に脅かされるのです。祭が中間に立って K と私をどこまでも結びつけて離さないようにするのです。祭を見ると K のことを思う。先生は常に K への罪悪感に苛まれる。この状態でもともと道徳的に育てられた先生にとって平行を保ちながら生きていくことは不可能でしょう。しかし祭に何度も打ち明けようとしたができない。それは先生が告白すると祭は自分が先生の気を引くために行った無意識の狂態もこの不幸な出来事の一因であることを知り傷つくことになる。そうして祭の記憶に暗黒な一点を刻むことが忍びなかった。先生は持って生まれた性格や高学歴、叔父との出来事での人間不信、そして友情と恋愛の競争心からいびつな自我を形成した人間に変わってしまったことがわかります。1年経っても K を忘れることができない私の心は常に不安となる。私はこの不安を駆逐するために書物に溺れ猛烈な勢いを持って勉強をする。世間はどうあろうともこの俺は立派な人間だという信念がどこかにあったのです。それが K のために見事に破壊されてしまって自分もあの叔父と同じ人間だと意識したとき、私は急にフラフラしました。人に愛想を尽かした私は自分にも愛想を尽かして動けなくなったのです。書物でも酒でも忘れることができない。自分はわざとこんな真似をして己を偽っている愚物だということに気がつくのです。祭はどこが気に入らないのか遠慮なく言ってくれと頼む。
そして酒をやめるように忠告する。あなたはこの頃人が変わったという。どこからも切り離されて世の中にたった一人住んでいるような気のしたこともよくありました。誰にも寄り添うことのできない孤独を感じ、同時に私は K の死因を繰り返し考えたのです。それは現実と理想の衝突という言葉だけでは言い表せないものでした。私はしまいに K が私のようにたった一人で寂しくって仕方がなくなった結果、急に処決したのではなかろうかと疑い出しました。故郷を失い、恋を失い、友を失い、孤独に耐えられずに死んでいった K。 私も K の歩いた道を K と同じようにたどっているという予感が胸を横切り始めます。私の胸にはその自分から時々恐ろしい影がひらめきました。はじめはそれが偶然外から襲ってくるのです。私は驚きました。私はゾッとしました。しかししばらくしているうちに私の心がそのものすごいひらめきに応ずるようになりました。しまいには外から来ないまでも自分の胸の底に生まれた時から潜んでいるもののごとく思われ出してきたのです。強く反問し始めていく自分に私は驚きゾッとする。私はただ人間の罪というものを深く感じたのです。その感じが私を K の墓に毎月行かせ、サイの母の看護をさせ、サイに優しくしてやれと命じます。罪の意識から苦毒を積む行為を重ねるが、結局罪の意識を消すことはできない。人間の罪、それは自分を騙した叔父たちや道のためとしながらも養家や実家を欺いた刑、男に頼って生きざるを得なかった未亡人の奥さんや、静の見せた無意識の狂態、何もかもが人間の不可思議な心から起こることです。そしてその最も忌まわしい罪を犯したのが自分ではないかと感じる。自分で自分を鞭打つよりも自分で自分を殺すべきだという考えが起こります。私は仕方がないから死んだけで生きていこうと決心しました。私はそう決心して生きた屍として今日まで過ごし、もう何年になるでしょう。私とサイは決して不幸ではありません。幸福でした。ただこの一点がサイには常に暗黒に見えたらしいのです。そう思うと私はサイに対して気の毒な気がします。こうして心に登場する人間は、先生が生きた明治という全近代の教え、すなわち儒教や仏教や武士道の考えと近代の自由や独立といった個人主義の考えが混ざり合った状態です。先生の K にとった行動は人倫にもとる行為であり、侍であれば切腹ものでしょう。しかし武士ではない先生はこの恥と罪の意識を抱えて屍として生きているのです。この意識は本来の倫理観が高い人間ほど応えるはずです。どうにかして抜け出そうとしても恐ろしい力がどこからか来て、私の心をぐいっと握りしめて動けないようにする。そうしてその力が私に、お前は何をする資格もない男だと押さえつけるように言って聞かせます。私は歯を食いしばって、なんで人の邪魔をするのかと怒鳴りつけます。不可思議な力は冷ややかな声で笑います。自分でよく知っているくせにと言います。私はまたぐたりとなります。それから私は自殺をする決心をしたのです。私の内面は常にこうした苦しい戦いがありました。この牢屋をどうしても突き破ることができなくなったとき、卑怯、
私にとって一番楽な努力で遂行できるものは自殺より他にないと私は感じるようになったのです。何度か自殺を考えたが、妻を不憫に考えてやめます。妻と一緒に死ぬことも考えたが、妻の生を奪うことはできません。記憶してください。私はこんな風にして生きてきたのです。私の後ろにはいつでも黒い影がくっついていました。私は妻のために命を引きずって世の中を歩いていたようなものなのです。すると夏の暑い盛りに明治天皇が崩御になりました。その時私は明治の精神が天皇に始まって天皇に終わったような気がしました。最も強く明治の影響を受けた私どもがその後に生き残っているのは卑怯、時勢遅れだという感じが激しく私の胸を打ちました。私は妻にそう言うと、妻は笑って取り合いませんでしたが、何を思ったか、では殉死でもしたらよかろうとからかいました。私は妻に向かって、もし自分が殉死するならば明治の精神に殉死するつもりだと答えました。私の答えも無論冗談に過ぎなかったのですが、私はその時なんだか古い不要な言葉に新しい意義を盛り得たような心持ちがしたのです。古い不要な言葉に新しい意義を盛り得たとはいかなる意味か。殉死、つまり主君のために死ぬ考え方は四代将軍徳川家綱の時に禁止されています。もう遥か遠い昔です。そして約一ヶ月が経ち、ご大喪の夜、合図の号砲を聞き、明治が永遠に去った放置のごとく聞こえます。それは乃木大将の永久に去った放置にもなっています。私は号外を手にして思わず妻に、殉死だ殉死だと言う。乃木大将が明治大君に忠を尽くし死んだ。先生が発した殉死という言葉は、なるほど古い言葉を持ち出してきています。そして新しい意義を盛り得たとあります。この新しい意義とは、先生が感じる新しさなのです。つまり漱石にとって新しいのです。それは儒教や仏教や武士道の精神を受け継ぎながらも、西洋近代の自由や独立の個人主義の狭間で生きざるを得なかった、この二つの思いで葛藤した明治の精神、つまりは明治という時代に生きた知識人の運命に準じて死ぬのです。私は新聞で乃木大将の死ぬ前に残したものを読んだ。西南戦争の時、敵に旗を取られて以来、申し訳のために死のうと思ってつい今日まで生きていたという意味の句を見た時、35年の間死ぬ機会を待っていたという。私は生きていた35年が苦しいか、刀を腹へ突き立てたのが苦しいか、どちらだろうと考えました。それから私は自殺する決心をします。私に乃木さんの死んだ理由がよくわからないように、あなたにも私の自殺するわけが明らかに飲み込めないかもしれませんが、もしそうだとすると、それは時世の推移から来る人間の相違だから仕方がありません。あるいは個人の持って生まれた性格の相違といった方が確かかもしれません。軍人でない先生に乃木さんの死んだ理由の真実の深さはわからないように、生きた時代が異なるあなたには私の自殺する真実の深さはわからないかもしれない。それは明治と共に生きた先生が、明治が終わろうとする今、前近代と近代の思想の狭間で葛藤し苦悩した時代という、その運命に準ずる死である。新たな時代に飛び立とうとする青年、そこには故郷、両親、共同体という
全近代の関係性と決別し、自由と独立と己に満ちた個人主義の時代、つまりは大正やその後の時代を生きようとする時代感覚の差でもある。私は差異を残していきます。差異の知らない間にこっそりこの世からいないようにします。私を生んだ私の過去は人間の経験の一部として、私より他に語りうる者はいないのですから、人間を知りうる上において、あなたにとってトロではなかろうと思います。この手紙があなたの手に落ちる頃には、私はもうこの世にはいないでしょう。死んでいるでしょう。私は私の過去を善悪ともに人の参考に供するつもりです。そこにはこの時代に生きた人々の良い部分と悪い部分があるというのです。それもまた運命なのでしょう。ただ才には何も知らせたくないのです。才の過去の記憶を純白に保存してやりたいのが私の唯一の希望ですから、才が生きているうちはあなた限りに打ち上げられた私の秘密として腹の中にしまっておいてください。こうして物語が閉じられる。余談ですが、シズはその後どうなったのか。先生は才を純白のままにしておきたいと言った。乃木大将の才シズではなく、先生の才シズは先生の後を追うことはなく、残った財産もあり生きたのだと思う。先生の才シズは先生や K よりももっと現実的な人間であるような気がする。現実的とは頭の中の理屈で考えないという意味です。それでは最後に、先生はいかにして才に気づかれずに死んだのでしょうか。上の三章にこんな印象的な海の情景があります。次の日、私は先生の後に続いて海へ飛び込んだ。そして先生と一緒の方角に泳いでいった。二丁ほど沖へ出ると、先生は後ろを振り返って私に話しかけた。広い青い海の表面に浮いているものは、その近所に私ら二人より他にはなかった。そうして強い太陽の光が目の届く限り水と山とを照らしていた。私は自由と歓喜に満ちた筋肉を動かして海の中で踊り狂った。先生はまたパタリと手足の運動をやめて仰向けになったまま波の上に寝た。私もその真似をした。青空の色がギラギラと目を射るように痛烈な色を私の顔に投げつけた。愉快ですねと私は大きな声を出した。強い太陽の光、自由と歓喜に満ちた私と仰向けになり波の上に浮かび思索する先生。文中に先生は振り返って私に話しかけたとありますが、先生の話した内容は書いてありません。それに対して自由と歓喜に満ち海の中で私は踊り狂う。この自由と歓喜はまさに自由と独立と己に満ちた状態でしょう。比べて先生の仰向けで波に揺られる姿は、孤独と苦悩から解放されたい心境なのでしょう。私の方は愉快ですねと大声を出す。上中下と読み終わって、もう一度上のこの部分を読むと、まさに人間の儚い喜びと悲しみを感じてしまいます。そう、多分先生は鎌倉の海で自殺したのでしょう。最後に本作品のメッセージと感想をお話しします。恋は罪悪で神聖なもの。ケイト、先生の死の理由を考える。ケイはなぜ死んだのか。お嬢さんを思う気持ちで前へ進むべきか迷っており、退いてしまうことは苦しい。自分では解決できない感情であり、K にとって恋は
道を妨げ煩わせるものですが、どうすることもできません。そして先生は殺傷力の高いとどめと知りながら、かつて K が放った精神的に向上心のないものはバカだという言葉を残酷に浴びせつけます。 K は弓道家で禁欲であることを常に自分に厳しく課して精進していました。自分を高め道を極めることこそが K の求める価値としています。しかしお嬢さんへの恋心の惑いで自身の信念をなくし、友の裏切りに遭い、意志の弱い人間として死を覚悟します。しかし実際は理想と現実の矛盾というだけでは言い表せない人間の孤独を感じての結果です。自身が経験したことのない恋がきっかけで、自分が収容してきた精神がガラガラと崩れ、先生からの一撃とお嬢様の結婚を知り、白紙弱光と遺書に残します。それは強い絶望と孤独に殺された事故でもあります。自分を愛せなくなった上での自己破壊の行為です。心は不可思議なもので、 K の強固な信念を難なく揺り動かしたものが恋をする心でした。だから恋は罪悪で神聖なものなのでしょう。先生はなぜ死んだのか。先生は自分は道徳を身につけている人間だと信じていました。それが財産相続で信頼していた叔父の横領に遭い、人間不信になります。それでも愛だけは崇高なものと信じており、自身もその実践者のはずでした。先生はお嬢さんに好意を持ち、それは信仰に近い愛でした。しかし次第にお嬢さんの K への思いが気になる。先生の K への友情はお嬢さんを奪われそうな恐れに変わり、卑劣な裏切りとなる。そもそも先生は K に大きな劣等感を抱いています。どこかに K を任したいとの願望もあったのでしょう。強い嫉妬が K へのむき出しの競争心となり、道義に反する策を浪してしまう。結果として唯一の希望であった愛さえも成就できず、人生を信じ合えるはずの才にさえ心を開くことができない。先生は孤独の淵に沈み、いかにあがいても這い上がれないことを知る。そして遠征的で寂しい人間として屍のように生きていきます。恋は人間の心のエゴをさらけ出す残酷さがあり、先生は救いのない闇の中で自殺に導かれていく。これもまた自分を愛せなくなった上での自己破壊の行為です。心は不可思議なもので、友情に扱った自分を最低の不徳義感に陥れたのが恋をする心でした。だから恋は罪悪で神聖なものなのでしょう。先生は人間の心に訪れる不可思議を明らかにすべく手紙に綴り、私に分析してみせます。前近代の道義と近代の自我に平行をなくす明治という時代、明治という精神に遵守するとはどういう意味か。明治の時代に自由や独立という合理主義や個人主義の思想が西洋から入ってきます。しかし前近代の儒教における中高帝の考え方や家制度、仏教の祖霊信仰や武士道精神も色濃く残っている。人々はこれまで守られた日本の道義に背き、西洋からの上辺だけの思想に飛びついてしまう。それは自由と独立した己という個人主義を受け入れた時代の始まりと、その代償に寂しさという孤独とともに生きることを意味します。私の目に映る先生は東京という都会で俗物的な競争にまみれることなく、自我や独立心を持ち個人主義を貫き謳歌している生き方が魅力的に映ります。私は先生に敬意と
憧れを抱いていた。明治天皇が崩御され、乃木大将が殉死した新聞を夫婦が会話する場面で、蔡があなたも殉死なさればと何気なく言う。明治大帝の崩御と後を追った乃木大将の忠義の詩である。この詩は前近代の武士道を重んじる新渡戸稲造や森鴎外は支持し、近代の個人主義の思想を学んだ志賀直哉や芥川龍之介は否定する。まさに乃木希典の詩は忠君愛国として明治の精神に殉死した行為である。一方では自由で活気ある大正デモクラシーの民主主義、自由主義が溢れている。まさに切腹など時代遅れとする。この中で先生も自殺という方法で明治の精神に殉死するという、それは武人ではなく知識人としての死である。個人主義思想を西洋から取り入れたものの、下びた利己主義の形でしか習得できなかった人間の惨めな結果として、そしてその時代の運命としてのけじめをつける。自我肥大した個人主義が過ぎたエゴイズムの悲劇を生むのである。俯瞰すれば国の存亡をかけた明治の二大戦争、日清戦争に勝利し世界の一等国の仲間入りを果たし勢いづく日本は西洋近代化の成功に沸く。続く日露戦争には辛くも勝利するが、賠償金もなく外債は大きく膨らみ多くの死者を出す。明治以来近代国家の建設を急いだ日本、それまでの主君や家族を単位とした旧来の同期から西洋の思想が入り流行っていく。そして個人主義こそが良きものとされる。小説心の読後の絶望感は、これまでの思想が崩れ新たな思想に湧くが、西洋の開化は外発的で上辺だけであり、従来の日本の良き部分が崩れ平衡感覚を失ってしまう不幸である。歪んだ個人主義は狡猾な利己心に向かい、道徳は失われる。文明開化の名のもとの西洋化の思想は日本人にとって全て良きものばかりではなかったのだ。理想主義の啓と個人主義の先生を受けて、私は何を問われるのか。啓は禁欲的な理想主義者で、精神的な向上によって自己を実現しようとした。しかし意志は弱く寂しい人間だった。そして自分自身が壊れた時に取り得る手段は自殺しかなかった。先生は個人主義者で、人間らしく生きることを実現しようとした。しかし友を裏切る。その後は長く孤独と反問に生き、私に自らをさらけ出し遠征的で寂しい人生に自殺でけじめをつける。私と先生は出会いからどこか惹かれ合っていた。同質のものを感じ取っている。出会った頃の私は先生の思想を大いに有益と考えていた。果たして先生の遺書を読んだ私はいかなる心持ちだったろうか。自我と個人主義、そして目の前の損得で変わる人間の心の危うさを先生から学んだはずだ。あなたは真面目ですかと先生は私に問うた。明治の開化、いわゆる近代化は現在のグローバル社会に続いている。個人主義の名のもとに共同体は破壊され、競争により個々人の関係は寸断されていく。合理主義、効率主義、功利主義のもとでお金だけが幸せの基準となり、勝者と敗者を選別する生きづらい時代。文中で自由と独立と己に満ちた現代に生まれた我々は、その犠牲としてみんなこの寂しさを味わわなくてはならないでしょうと先生は感慨深く言う。人生において、対人関係において、利己がむき出しになりそうな時に特技を守ることを自分の戒めにする。相手の自由をきちんと認め、倫理にのっとった自己本位の個人主義として生きる。それは同時に孤独や不安という
寂しさに向き合うことでもある。心は人間のエゴイズムと孤独と死の問題を描いている。あなたは真面目ですか？という問いかけは、善悪を含めた本来の人間の姿を真正面から真剣に見ようとする態度である。遺書は確かに陳鬱なものだが、先生の半生を知り、そこから私は何を学ぶのか。死を選び、私を信じて綴られた先生の心に、人間を知るための明かりが投げかけられているように感じる。私は先生の遺書を読み、そして先生を回想する。これがループする。それが三部構成で描かれる。そこに、私は、私たちは、先生の投げかけに受け取れる答えをまだ持っていない。人は生涯、己の心に惑わされながら生きていくのだろう。冒頭の心の宣伝文句のように、この作品で人間の心を捉えることができ、そして自分の心を捉えることができただろう。漱石は、人間の精神の主は心であると同時に、人間には不可思議な謎があることを明らかにしてくれたのです。資本主義の競争社会を生きることはもう後戻りできない。価値が相対化する個人主義の社会は今後も加速していくだろう。漱石にとって、自我と道徳の葛藤の中たどり着いた境地が側転虚子ではなかったのか。自由や自我もまた、この国に続いてきた道徳の高潔さのもとになければならない。そこに準ずるべく、先生は死を選んだのである。それはニヒリズムとしての死ではなく、最後に自らを捨て天に準ずるということでもある。惨めな先生の死を踏み越えて、次の世代は新たな時代を生きていくことを、先生は、漱石は、私たちに願っていたのかもしれない。以上、心でした。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。